落ちてくる黒い象形文字。その文字に触れると文字は動物や炎、太陽などに変化します。子どもたちは夢中になって文字を追いかけました。板野町のアスタムランド徳島で3月1日から29日までデジタルアート展が開催され、大勢の親子連れらでにぎわいました。まだ神様が至る所にいた頃の物語と題されたこの作品は、徳島市出身の猪子俊之さんが代表を務め、国内外から注目を集めるチームラボが制作しました。プロジェクターが映し出す幻想的な世界に黒い象形文字がひらひらと舞い降りてきます。次から次に降ってくる文字に手を触れると、文字が意味するものが形となり物語を紡ぎ出します。なんか漢字がいっぱい出てきて、どんな漢字が出てくるのかが楽しみ。いっぱい触った？うん、よかったですよ。なんかいい夢みたいで子供が喜んで。プラネタリウムでは1000万本を超える花が降り注ぎました。これもチームラボによる作品です。花がつぼみをつけ成長し咲き誇り、やがて散っていく。同じ映像が繰り返し流されているのではなく、コンピュータープログラムによってリアルタイムで描かれ続けています。二度と見ることができないその時だけの映像です。猪子俊之さんのトークイベントも行われ、チームラボがこれまで国内外で発表してきた作品の紹介などが行われました。時代のトップランナーの講演とあって、大勢の人が詰めかけました。巨大な街そのものがアートだとか、公園、巨大な公園がそのままアートになるだとか、巨大な山がそのままアートになるだとか、そういうのを、まあどっかでやりたいなと思ってます。夢を形にする仕事や、それから想像をですね、形にする仕事、こういったものの素晴らしさっていうものを、ね、知っていただいて、本県ですね、クリエイティブ企業でございますとか、それからクリエイターの皆様、こういったものの集積をですね、図っていきたい。たくさんの人が訪れた最先端のデジタルアート展。子どもたちの表情は生き生きとしていました。徳島から世界へ、クリエイティブ産業の今後の発展が楽しみですね。